ちょっとまあ皆さんちょっと緊張した感じがね、私の緊張がこう伝わった。関野さんの私の友達がいつも言うんですけど、緊張はいつするものかって、今は秋だと。緊張は夏するもの、緊張の夏と。あ、いけますか。あちょっと言い回しが悪かったですかね、はい。40年ぐらい、あ、40年ぐらい。関野友達ですね、同級生なんですけど、先ほどの風の鼓動を作曲してくれた関野さんですね。はい、立って、はい、はい、ありがとうございます。今日も来てくれてます。それで、ちょっと深呼吸しながらね、笑ってみたいと思いますね。深呼吸はまず吐くことからね、呼吸はね。はい、吐きますよ。はい、みんな、はい、下に、あー、気を入れて、はい、上げて、吸って吸って吸って止めて、笑うぞ。ということで、皆さんも知ってらっしゃるかな、明日があるさという曲が、いつ頃ですかね。昭和の曲ですね、笠さん。そうですね、笠さんも昭和の曲のプロですね。はい、では明日があるさという曲知ってらっしゃる方は一緒に歌ってください。笠さんも歌ってね。笑いましょう。あは
がとうございました。時々壊れたと言われますけれども、はい。